50歳からの美顔は武器となるメイクアッププロデューサーのしょうこです。今回は道具の方の紹介をしていきたいんですけども、私スゲの櫛っていうことで、こちらじゃん。はい、これものすごくね、気に入っております。でこれなんでいいのかっていうと、やはりね、私ずっとヘアメイクをやっていましたので、花嫁さんのね地毛で、文金高島田をね言ったりとかっていう訓練を未だ勉強中でございます。その時にね、和櫛っていうのが、出会いまして、ものすごく本当にこうどんどん育っていくのでこだわっています。でこの櫛っていうのがね、上野にある十三屋さんっていう、つげのね職人さんがいらっしゃるんですね。私本当にもともと職人っていう、自分も職人だと思っていますので、職人っていう、もう伝統芸、特にね伝統芸とか言うと本当に尊敬して、もうねすぐ買っちゃったりすることがあります。よくね着物、帯ですね、帯とかも着物ほとんど着ないのに、未だ買って締めてないっていうのもあるんですけども、そのぐらい職人さんにラブです。で今回こちらの方ね、櫛だいぶね立つんで、色がどんどんね椿油をね、仕込ませていくので、どんどん色が変わっていくんですけども、ほんとね愛おしい、もういい匂いです、愛おしいんですが、この櫛っていうのは本当にね、注文して結構ね早くて2ヶ月ぐらいで、結構いろいろね花嫁系の柘の櫛も頼んだ時に遅くてね、1ヶ月ぐらいかかった櫛もあるぐらい、もう職人さんが厳選してね、この柘の木をね選んで乾かして、で一生懸命こうね作ってくれたっていう、思いの困った櫛、なんですけども、やはりね、日本では平安時代の部分から使ってると言われてまして、とてもね歴史が長いんですね。でこの櫛本当にね結構ね、今櫛で溶かすっていうことをやってない方多いんですけども、やはり髪の毛どん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 40代になってくるとパサパサしたりとか、切れ毛があってね、すごい青毛が出てくるとかね、結構皆さんよくおっしゃるんですけども、あと髪の毛が薄くなったり、ちりってきたりとかね、いうことがあるので、ね、溶かすだけでツヤ感が出たり、マッサージ効果があって顔が引き上がったりっていうことで、とっても効果的です。でこちらの方の櫛、使えば使うほど、ね、味が出てくるっていう櫛なんですけども、どういう風に使うかっていうと、髪がねやっぱり、ね、静電気が、起きづらい、ね、やっぱプラスチックだったりとかってすると、結構、ね、静電気がバシバシってきちゃうと毛が、ね、切れちゃったりとかパサついたりするんですけども、静電気に、ね、なってこうどんどん、ね、オイルを捨てたりとか、椿オイルをこう、ね、染み込ましていくので、肌にこの髪の毛にもツヤ出してくれますし、自分の頭皮の油もどんどん吸ってくれるので、とっても、ね、自然なツヤが出てきます。で、こちらの方どういう風に使うかっていうと、ね、ちょっとね溶かしていきたいんですけども、もうねこれね、通るときはいいんですけど、まず毛先から通していって、でこういう根元の部分ね、で立たしていくと、こうね柘をこう寝かしていくっていうよりは、立たしていくとマッサージ効果がすごくあるんですね。よく溶かしていきます。そうするとね、片方だけちょっと溶かしていきたいと思うんですけども、どうですかね、結構ツヤツヤじゃないですか。こっちに比べて櫛通しただけでツヤ感が、でもねツルツルなんですよ、触った時すんごいツルツル。私すごい癖っ気でね、パサパサして、もともと毛質がね悪いんですけども、もう柘櫛こうやって溶かしただけで、でちょっとこう溶かしただけで顔も少し上がってくるでしょ。で全部溶かしちゃいますね。どうですかね、よいしょ。
で、このね、串ちょっとね、見苦しいのでちょっと止めちゃいますけど、で、このつげの口の、お手入れ法、だいたい月に1回ぐらいでいいので、こういうね、キッチンペーパーとかにこの椿オイルですね、よいしょ、椿オイルをね、なじませて、で、串にね、つけてあげる。で、よくね、染み込ませてあげるといいんですね。でね、溶かしていくうちに、ね、髪の毛の部分にもツヤがね、出てきてっていう形でね、綺麗についていきます。で、つげは水に弱いんですね。なので濡れた髪を溶かしたりしないでください。そうするとね、この櫛の目がね、割れやすかったりとか、変形したりするので、乾いた髪の毛の部分でやっていくといいと思います。で、あんまり私はね、ベタベタしたくないのよっていう方は、お風呂にね、髪の毛洗う前に一回溶かしてあげて、そこからシャンプーしてあげるっていうのも一つのね、マッサージ効果もありますし、ね、ある程度の、汚れを取ってあげて、ね、ツヤ感っていうのを出して、で、シャンプーしてあげるっていうんでも全然 OK でございます。なのでね、一つ自分のこれね、本当に大事に使うと一生もの櫛になるんですね。で、おばあちゃんからね、代々受け継がれてっていう方もいらっしゃるので、もうね、縁起物としてね、プレゼントされたりとかもすることが多いので、ぜひね、一つね、持っておかれるといいかな。髪の毛のね、長い方とか、私はツヤツヤした髪の毛に憧れるんですっていうことは、こういうのをね、使っていただいてもいいかなと思っています。ね、今回は、このつげ櫛の、ご紹介でした。もしね、また話が聞きたいなとか、ちょっとね、アンチエイジングの、いい話とかいろいろしているので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。では。